これはちょっと嬉しいぞ。いや、いちご美味しいですからね。うん。え、かわよ。え、かわよ。これおしゃれだよ、見て。このニットの素材のプリント。あ、なるほど。うん。かっこいい。良い。そう、ここ。あ、iPad とかかな。これなんかいろんなものをカバンの中で。うん、あ、オーガナイザーか。そうそうそう。これめっちゃいいね。おお、めっちゃ見るの分けられる。めっちゃいいな。かわいい。めっちゃいい。カバンインカバン。そうそうそう。バックインバックだよな。カバンインバック。あら、いい巾着。あ、巾着可愛いね。うん。またデコいたくなった。またね。すぐデコい。すぐデコいたくなっちゃう。はいはい。ボタンを合わせるとトレーニングって。あら、おしゃれじゃん。おしゃれ。ボードゲーマー的には、うん、こういうのいいじゃないかな。え、おしゃれ。これが、うん、カビ。あ、カビなんだ。そうそう、こういうところにグラーと下げておいて、チェックする。あ、なるほどなるほど。結構安いの。あら、それが気になってる。あら、すごくないそれ？これ、そう、この穴に。片側の紐を通すだけで、うん、キュッてなるね。なる。もともとはこれ四角なんだね。あー、なるほど。え、すごいね、アイディアだね。そう、お弁当入れたいね。かわいい。え、かわいい、ね、あら、あら、持ってそう、持ってそう、あら、持ってそう。あ、すごいこれね。これかわいいね。うん、良きね、良き良き、四角だし良いね、珍しい形ね。うん、かわいい。カバンがおしゃれ。ね、みなこの好きそうなカバン。そう、私好きそう、ね、ちなみにね、私あのピンク好き。あ、かわいいじゃん。あ、バツさんが、あ、いい、好きそう、好きそう感が漂ってる。うん、かわいい。かわいいだよ。ね、肩の紐も柔らかそう。うん、いいいいいい、良い。え、これは良い。これあれなんだね、台湾ではこの形が結構基本に流行ってるんだね。日本にもやればいいのね。いいね。え、これすごい使いやすいよ。今早速ね、昨日作ったの使ってるけど、めちゃくちゃ使いやすい、うん、ね。あ、これめっちゃいいよね。そう、これいい。このコードをさ、入れとくのすごい。あ、確かにコードいいね。そう、この形いいんだよ。メイク道具でもね。はい。あ、ここはなんかハワの酒。そうそうそう。あの、自分のね、誕生日の紋章がそれぞれあるんだ。え？生まれた日が。え？何？あ、こういうこと、こういうこと？そうそうそう。え、欲しい。で、私の誕生日いつですって言ったら、これを即席で作ってくれるらしいよ。これはし、あ、ということはその次の日の、あ、そうじゃん、そうじゃん、こちら並びだから、あ、ちょっと違うね、1日違いでもね、ほんとだ。ミサコは4月19。なんかちょっとちょっと、なんだろう、コメントしがたい形、うん、なんかちょっとさっき言ったの並べるとさ、ね、結構可愛くなる、うん、葉っぱにさ、実がついてるみたいな。そうそう、これもなんか土のね、下、そうそうそう、ジュー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 私とね、伊達さんから一日違いですかね。はい、これです。あ、はいはいはい、あ、はいはいはい、ひま犬、ハマ犬ビワ、ハマ犬強化、禁止されることを嫌います。自分自身の威厳を維持し、権威か、権威を維持し守るためであれば、どのような努力も厭わず行動するでしょう。へー。
はい、浜さん、はい、どうぞ。10月24日、ハリビユ渓谷、はい、警戒心が強く、些細なことに対しても即座に対応します、うん、しかしその処理能力は穏便で、適切に解決する能力を有していると言えます。なるほど、ぽい。あ、2人ともなんかそんな感じだね。じゃあ、美佐子さんよくあの分からなくて、なんだろうね、あれ。あ、これじゃない。はい、どうぞ。あ、いいじゃん。腰田、企画力、うんうん、非常に野心的です。真剣に物事に取り組んだ場合、驚くほどの効果で物事を成し遂げます。敗北という言葉を嫌います。おお結構敗北受け入れがちじゃない。私勝っていいの聞くんだよ毎回。えそうなの。私勝っちゃうよ今回。言ってる。あのね、勝利することへの戸惑いがやばい。勝利になれて負けなれてる。そうそうそう、勝利になれてる。え、かわいいじゃん。これももう、あ、されてるんだ。同じ絵柄だね。かわいい。ちょっとなんか、忘れないように買っていこうかな。いいじゃん。でもなんか、形が…形がね、形がかわいいから。なんかね、なんだろう、どっかで見たことあんだよな、これ。うん、わかる。見たことあるの？見たことあるよね、これ。なんだと？たこ焼き器？なんか金庫っぽいんだよね。これ言うなや。今年イノシシですからね。ね、年女なので。羊が欲しいから羊を。来年が羊？来年。羊はね、好きなの。来年ネズミ。ネズミか。うん、いいね。イノシシすごいね、ゴールドだね。そう、金運が可愛いから羊と。これイノシシじゃない？イノシシだよね、そうだよね、うん、イノシシ。あ、でもここにヘビいない。あ、でもイノシシ、まあ、ピックっていいのかな。ブタ、ね、それ豚だね。でも豚だよね。十二神に豚っているっけ。いない。じゃあいいんじゃない。雑だね。なんかあの、ホコリがない。あ、そうだね、牙がない。ただの豚。飛べない豚は？ただの豚。漢字が 3D になってる。あ、ほんまや。本当だ。めっちゃいい。すごい。いい感じ。トミ。トミ、トミいいじゃん。これじゃん。だって富山の。そうだよ。トミだよ。トミだね。三郷みあるじゃん。三郷みあるけど、三郷みあるかっていうとこっちじゃん。あん。安い。安いの。安いの。みさこ、あなたそんなに安くないよ。みさこみはこっち。みさこみはまあそうね。みさこみ、まあ、みさこみで言うと完全にこっちかな。だってこれもいい。あ、これいいね、これ。これさ、スーツの保護につけてたら。もういつでもビールを愛しています。いつでも飲みましょうと。美佐子、かわいいな。クマ、あ、クマかわいい。ピコッチ、いいな。この猫ちゃんもよくない？ちょうどいい。あら、ツンとしてる、ね、なんと。いいね。こんなに数あるさ、種類の中でなんで私はあのマークなんだろうって思う、この種類を。ほんとだ。だいたいさ、美佐子のやつよりかわいいよ。そう、だいたいよ、だいたいかわいい、かわいい、おかしいな、なんでよ、なんで。でもこれあれなんだ、本当にここでこれを販売するんじゃなくて作ってくれるってことね。これは見本で今から焼いてくれる。そうだね、そうなんだ。で、それが10分15分ぐらいかかると。あ、あなたの名前を刻印できます。すごいじゃん、これは何。お花だ。あ、きっとこれ辛い未来が待ってる。本当？待ってるよ。もうだって私は揺るがないんだもん、きっと。え、なんかさ、4月さ、あ、ここが20日？うん、もうちょっと前。20日。あ、いた。ほら、もう逃れられないんだよ、これから。やばい、これから逃れられない運命なの、美佐子。ステッカー、いいね。ね、ステッカー。でもこれ一応見られる花なんだね。そうだよ、花なの。はい。オンリーですカード。オンリーですカード。これを見られて。うん。
構なんかもう本当に逃れられないんだね私。ポストカードとかさ、こういうのも全部よ。逃れられないじゃん。同じ紋章だろうね。そうだね。なんかこれ3月でしょ。4月さ、ほらまだこんなんとか可愛いじゃん。可愛い。ね。でそれめっちゃいいじゃん。14日いいね。14日いいよね。あれ？私誕生日違ったかな。うん、誕生日、いや私の記憶が正しければあなたは4月19日の生まれ。そうだよね。これお姉ちゃん見てみよう。お姉ちゃん。あ、お姉ちゃんね。お姉ちゃんで16日。お姉ちゃん、お姉ちゃんないじゃん。お姉ちゃん人気？お姉ちゃん人気かも。さっきのパパの。の。よかったか。そうかと思ったら1915年ってバリバリ入ってた。あ、そういうこと。いいよ。え、めっちゃ可愛いじゃん。お姉ちゃんのマーク。お姉ちゃん。お姉ちゃん。まあでもこんな感じよ、うちの姉は。本当？ちなみにその2番目のうちの姉。あ、こんな感じ。こんな感じね。なんか混乱してそう。つまり美佐子は星だな感じ。これは？こっちはね、スタンプ。スタンプ。さっきの模様を。あ、やっぱ逃れられなかった。星だの呪い。ミサコは腰の呪いにかかっているようだ。あ、これあれだよ、あのコードを止める。あ、なるほど。やつですね。コードリールって書いてある。本当は文様が。あ、文様がね、うん、あ、来ました。何だろうな。何だろうね。わかりました。これもなんていうか、よくあるコンビニで売ってるドライマンゴー。こっちは、はい、肉厚。全然味が、あ、違うわ。うん、全然味が違う。家でよく食べる。うん、これ家でよく食べれるの。あ、最高だね。これだわ。めちゃめちゃ美味しい。うん、これをこの間1キロ買った。1キロ？やばい。